RK7 さんからの質問。好きな飲み物は何？水。はい、どうも皆さん、こんばんは、ふがくんです。まあ、さすがに水は、水じゃないよ。水じゃないよ。そうだな、乳製品系かな？バナナオレとか、いちごオレとか、ピルクルとかも好きかな。そういう系がいいかな、飲み物は。さあ、ということで今日はですね、そうだな、僕が、喫音を発症した原因について話していこうかなと思います。まあこれはね、本当に小さい頃なので、親から聞いた話なんですけども、僕が2歳くらいの頃らしいですね。それも、まではすごい喋る子だったみたいで、結構喋ってたみたいなんですけども、まあある時から急にパッタリ喋らなくなったみたいで、僕は小さい頃すごい体弱くて喘息持ってて、それで結構病院に入院してね、過ごしてたりしてたんですけども、まあ入院してる時に僕の兄さんが、なんだろうな、なんかすごいこう寝込む病気にかかったみたいで、それで両親がそっちの兄さんの方にね、兄さんの方に付きっきりになって、僕の方にね来なくなったみたいなんですよね。それで僕が多分こう見捨てられたんじゃないかみたいな、そんな感じに思ったのかな、わかんないけど、それでショックを受けてこう喋れなくなったんじゃないかって親は言ってたんですけども、全く覚えてないです。全然覚えてない。でもね、小さい頃入院してたってことは覚えてますね。夜に病院のベッドで寝てたなっていう記憶はありますね。まあ、小さい頃から喘息持ってたので、こう夜寝てる時とかに喘息出ちゃうとすごくこう苦しくて、親もね大変だったんじゃないかなと思うんですけど、僕自身もね本当に運動好きだったんですけど、運動するとやっぱり喘息出ちゃって、今はもうほとんど治りましたね。運動してないけど、まあ、体力ついたのかな。小学校の頃にね、小学校の頃に集団登校っていうのがあったんですよね。多分都会じゃないのかな。その住んでる地区の生徒たちが集まって、で集団で歩いて学校に向かうみたいな、そういうやつがあるんですけども、まあそれだけでもう僕は喘息になるくらいひどかったので、まあ集団登校30分から40分ぐらいかけて学校に行ってて、しかもその途中に山もね登らないといけないっていう、結構大変な通勤経路じゃなくて、なんだ、通学経路だったので、まあ、それのせいもあるかもしれないんですけど、いつもね呼吸器じゃない、なんだろう、こうシュッてするやつ、わかるかな、喘息持ってた人はわかると思うんだけど、シュッてするやつがあって、それを使ってましたね。でも小学校高学年になってくると、なんか粉のタイプの吸引するやつになったんですけど、何の話してんだろう。何の話してんだろう。喘息の話になったけど、何の話だった？ちょっと待って、喫音発症した理由、そうだね、喫音発症した理由か。ちょっと待って、喫音とは、ウィキペディアによると、喫音発症のきっかけだね。喫音になるきっかけは、耐え難いストレスかな。耐え難いストレスだね。その他には好ましくない言語環境とか、家計に喫音者がいるとか、遺伝かな、遺伝とかもあるらしいんですけど、多分
僕の場合はね、耐え難いストレスを感じたんじゃないかなと思いますね。最近、ドラマありましたよね。期日音が題材の月曜ドラマだったかな。僕はね、全然興味なかったので見てないんですけど、それを見た親が、まあ、僕にね、既存になった理由をね、言ってくれたんですけど、まあ、今更言われてもなっていうことなんですよね。今更それが原因だったんだよって言われても、ああ、そうなんだってしか 言えないですよね。もう、既存者としてここまで生きてきたのでね。まあもう、しょうがないなっていうことしかね、もう、ね、思えないですよね。まあ、今更ね、直そうとかってのも別に思ってないですし、普通に話せるようになりたいとは思いますけども。まあ、人と違うのって個性じゃないですか。いや、個性とか思ったことないけど まあ、それを理由にね、ほら、こう、人前で発表とかしたりしなくても済むみたいな メリットも一応、あるにはね、あるので、いいかなと 思ってます。よし、それじゃあ今回はこんな感じで終わろうかな。ということで、ふがくんでした。バイバイ。